いやー、やっぱり人間は自分の体を自由に動かすのは当たり前じゃないな。まあでもこうやって物を運んだり、食べたり、踊ったりできるのも当たり前に思うけど、まあでも明日からできないと思えば、今自由に体が動いてるのも当たり前とちゃうな。やからこのような時間は一攫千金や。でも正しい道を通っても悪い日もあるな。やっぱ心は自分のもの。神様に喜んでもらう誠真実の心で日々通ることが大事やな。でも悪い日はどうしても悲しい考えの方に引っ張られてしまう可能性があるな。でも今まで通りに動けなくなった状態になった自分は、いつも通りの解決ではこの時代は済まないと気づいた。神様はきっと自分の体に何かメッセージをくださったんだろう。やっぱ自分の体は自分のものじゃないな。やっぱりどんなに健康でも1秒で壊したりすることもある。やっぱそう思えば神様からお借りしているものだなって感じたりするよね。まあ悪い日もあるけど、その悪い日こそしっかりと喜んで通ることが大事だなと思う。まあでも今はこうやっていい人が周りにいて、それがすごいありがたい。神様ありがとう。将来、または先のことはどうなるか分からんけど、今こうやって8人揃ってご飯を食べてる時に、おいしいって言いながら食べたり、楽しいと思ってみんなで一緒に食べたりすると、毎日ありがたく感じますね。これがずーっと続くとほんまに陽気暮らしやなーって思ったりもする。いやー、今日もいい日やなー。ありがたい。